私だって今週1週間何あったって言われても全く困る。今週1週間え発売やってた。逆にあ、そう発売はやらない奈良さん、奈良さん、もうぼちゃんと奈良さん、奈良さん、今週はまさかまだ覚えてないから、やばい、本当やばい。21日に、あ、21日海で死んできて、22がバイト入って最後で、23がイルミネーション見に行って、24が何もなくて、うん、あ、そっか。25が、うん、リリちゃんと2人でアフタヌーンティークに行って、26が今日。はい、じゃあ間もなく始まります。水したいですよ。水したい、分かったよ。何言ってもらうぞ。13度ぐらいの夜に覚えてない、突っ込まれてきたんですよ、はい。35ミリと APS-C と愉快な画角たちフォトンチスタジオ。はい、時刻は午後10時を回りました。お送りしているのは35ミリと APS-C と愉快な画角たちフォトンチスタジオです。ということでね、さあ花金です。皆様方いかがお過ごしでしょうか。まあ緊急事態宣言がね、今週で解除される、今月で解除されるという一応見込みなのでね、居酒屋関係は基本的に開きますよね。だったら8時営業じゃなくなりますもんね。いや、そう、居酒屋系は時間はただ3月7日まで、緊急事態宣言は28時解除で、時間時短は3月7日までとは。へえ、居酒屋は多分8時まで。まだ居酒屋行けないの。はい、そんな話は聞きましたね。もう酒飲みたいよ。飲みたい。あ、もうね、じゃあね、一応3月9日に卒業式なんですよ、自分たちの学校。だから一応3月9日卒業式終わった後にみんなで飲みに行こうっては一応言ってるけど、うん、まあ、だギリギリ緊急事態宣言解除されるからいいけど、飲みたい、お酒飲みに行きたいよという、最近もう外飲みがしたいとずっとだだこねてる柊でございます。こんばんは皆様方、今週1週間何がありましたでしょうか。はい、そうですね、こんばんは、ゆうたまなんです。はい、もうグダグダでございますけど今週ですか。まあ聞きの先ほどまたちょっと某会社の PR の動画を撮ってきたところでして、某会社の、某会社です。今日はそれで終わったので、お、お疲れ様です。多分2週間後、多分 YouTube 上がるんで、その報告してプラス、もう一つ、僕がアシスタント、あ、専属やってる琉球アスティーダ、今日 T リーグなんと初優勝しました。うーん、イエーイ、イエーイ、はい、はい、ということで。なるほど、はい、いいじゃないですか、おめでとうございます。わあ、さすがだ、もうこれでね、カメラマンとしてのこっちもついた、腕もついたところでね、はいはい、いいじゃないですか。そうだから、ゆうたさんもね、カメラ関係であり、私は今週の日曜日でいいの、これは、はい、今週の日曜日になるの、今週日曜日、13日21日にね、ちゃんと有言実行、多分ツイッター、私のツイッターフォローしてくださる皆様方は見てわかると思うんですけど、有言実行ちゃんとしっかり海に沈んできたんで、私は。寒かったよ、寒かった。何が一番しんどかったって、うん、6時集合だったな、朝の5時集合だったんですよ、本当は、うん、5時ぐらい、5時か5時半ぐらいに迎えに来るって言ったら、分かったーって、じゃあ一応4時ぐらいに起きとかないとなーって思って、4時に起きて、うん、まあでも寒かった、寒すぎたから布団から出れずに、でも夜待ちが起きてたら私も起きていかないといけないなと思って、うんうん、夜待ちに生きてるって LINE 送ったら帰ってこないですよ。あれって思って、まあ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 、まあまあ、お風呂入ってるかもしれないしと思って、うん、10分ぐらい経った時にもう一回起きてるって来たら、起きてるって送ったら返事返ってこないですよ、うん、あれって思って、あれこいつ寝てるかもしれないなと思って、そのままスタレンして起きず、5分間またさらに10分ぐらい置いて起きず、うん、結局起き、 LINE 返ってきたのが4時50分ぐらい、あんた5時間に合わなくないって言ったら、集合時間が6時になり、もう速攻向かうわって、6時集合に行き、海中道路まで行き、6時半ぐらいから7時10分15分ぐらいまで海に沈んできたっていう。お疲れ様です。死ぬかと思った。寒かったよ、寒い時期だった、ね、本当にみんなね、ちゃんと先に言っとくね、2月の末の海には入らない方がいい、朝方なんて。死ぬかと思った本当に。しかも私入る人いないと思う。いない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 。しか
一応なんか寒あったかくなると思ったんですよ、うん、あの本当は14日に行く予定であったかくなるだろうなって思って行ったらあれなんか先週1週間アホみたいに寒かったじゃないですか、うん、あれなんでだろうって思って一応でもなんか土曜日までが寒くて日曜日からあったかくなるって言われてたんですけどでもどの道結局日曜日の朝だから土曜日の夜とかほぼ変わらず13度ぐらいで海の中がプラス3度ぐらいされて15度ぐらいアホアホなんか夜町さんが羨ましいなその中で撮れたのが15度か懐かしい な、うん、楽しかったよプールの監視してるとき地下水汲み上げてるから、うん、5月、まあ、4月で溜め始めるんだけどそれでも15度とかだったサメ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 超寒かったっていう感じのね私はなんかもう1週間の一番強い印象がそれしかなかったあとはあのそう23日のイルミネーション乗ることで大変だってイルミネーションがね大変だったあのつむちゃんが言ってたので色かぶりするって言って、うん、で上がってきた現像自分で撮ったデータ見たら、うん、結局ハスの花がめっちゃいっぱいあるじゃないですかって、うん、あっちポートレートの人物の綺麗に緑になってるんですよあれだって顔面緑そう全部緑服もみ服スーツだったのに緑うわー漏れたって大変と思いながらもう汗くせ色を下ろし色を落としながらとかやってたら、意外とうまくいったうんびっくりしたちょっとねこれまずで見せてくださいレタッチの才能がついたかもしれない、はい、っていうね1週間ですかね、はいっていうことで今日は、はい、なんと可愛らしい可愛らしい美人な美人なゲスト可愛いだった可愛いだった可愛い一瞬美人かなと言ったけど可愛いだった可愛いらしいゲストが来ております、はい、ゲストのララさんです、はい、今一瞬ルルさんだけど本当にごめんなさいねバカなんですよということでゲストのララさんですお願いしますよろしくお願いします可愛らしいですね皆様方もねちゃんとねその話もね1曲目挟んだ次にやっていくんで、はい、まずは1曲目からちょっとリクエストなコールをお願いしてもらってもいいでしょうかはい大丈夫ですか大丈夫ですか OK です1曲目、タイトル、コールを、フォーエバーですすいません、こんな感じですゆるくやってますゆるくやってますあの、ぜひ緊張しないであのそう僕らが緊張するってね、はい、いざとなったら、あのゆうたむろんボコボコにいじめてあげて実際喜んでくれる、はい、いじれば喜んでくれるからいや、喜んでるあと、リスナーだあー、はいあ、大丈夫ですよ、あの、あれだったんで、あの一回だけ下の芸人さんのラジオに私がバチボコに怒ってると音声がやめろカレーおいバカ一応キャンさんで髪の毛の番組でキャノンだこれですおいいキャンからキャノンでこれキャノンキャンソン、はい、これカミですなどこか分かったこれ多分だけどブル君ねなぁどんどんおごってってるね番組としては嬉しいですよこういう事実が上がるのは待って、ね、アドさんにうっせぇわじゃなくてうっせぇわになってるうっせぇわになってるちょっと好きカービーだらけの人あれ誰だろうえ、ちょっとこれあの表情であれからあかねちゃんが内定したお仕事の話はあんまり話さない私あれだよ3月からねそうシャッターいっぱい閉まってるんだよでもなんかうちのところどうにかなりそうな気がするけど一応大丈夫だよまるまる1時間カービィ特集だってえ欲しいのカービィそうこれねすごいなって思ったそうこれすごいよねタイガ先生だよタイガ先生も芸人じゃなくて本当だよ別の芸人陶芸ですわ陶芸だったらもうえこれ太陽君が作ったやつそうやばくないヤバタニエンヤバくないこれあの人ヤバタニエンあの人これびっくりしたもんこんな綺麗に作れるのそう丸々1時間カービィ特集だってできるよ、うん丸く収まりますかね、カービィ。あ、収まる。カービィね、あの第一作目が幼稚園の時だったかな、できた。あのまだコピー機能がついてなかった時ですよね。うん、あのゲームボーイ、初代のゲームボーイ。うん、
あれそう、あの吸い込む、吸い込んで敵吸い込むことができるし吐き出すこともできるけど、うん、飛ぶのとジャンプと、うん、あのっていうコピー能力がなくて、2作品目からコピー能力ついて、そうそうそう、知ってるみんな、あのね、1作品、1作品だけじゃないと思うけど、わからない、うちが知ってる中だと1作品だけだから、ちょっと1作品だけって言うんだけど、あの、うん、ちゃん、あの、味方がいたときわかる。仲間がいたの。そう。仲間がいたの、あのね、マンボウと、あれだ、そう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 。あれ、1作品だけですよね。うん。ですよね、やっぱり。そう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 。1作品だけあれ、大好きだった。マンボウいたね。そう、あのマンボウとか、あのハムスターとかに仲間がいたときは、まあ、一番好きなのは、あの、2も好きだけどね、なんだっけ、あの、多いやつ、多いやつ、あとあれも好きだった、あの、星のカービィピンボール、あー、私ね、派生作品はあんまやってないんだけど、あれがやりたかった、集めてカービィと毛糸のカービィがめちゃめちゃやりたい、リーに毛糸のカービィやるから本当にもやりたい、待って、俺たち3人で盛り上がってくる、あごめんなさい、ね、カービィの話だったらすぐこれ一番、吸った時に、あ、なんだ吸った瞬間に重さで落ちて死ぬってことがあったわけないっすか、どういうこと、あ、うん、これ壊れてこう、この台と台でジャンプしていくじゃん、うん、カービィでジャンプして敵から相撲を打ったら吸った瞬間この重さで落ちるわ、この間俺よく来ない、それただ単に下手だったんでしょ、下手じゃ、なんか、あの、なんだっけ、あの、ゴールデンな、ゴールデンじゃないけど、なんかあるじゃん、あの、春風とか、トロッコ、ダンジョントロッコ、トロッコダンジョンとか、うん、あのシリーズがグッてなってるやつが一番好き、ちなみに初代のダイランドスマッシュブラザーズでうちの弟はカービィ使いだった、実はあれがもう初代の時からずっとミスターゲーム&ウォッチなんですよ、 お姉ちゃんの使うミスターゲーム&ウォッチがでっけえなんですよ、ミスターゲーム&ウォッチ初代にはないよ、あ、じゃあ多分次から 2か3からなんかずっとやってて、なんかお姉ちゃん結構初代からずっとやっててスマブラで、けど今ずっと使ってるのがゲーム&ウォッチだから初代からないんすね、あ、初代なんだったんだ、メス使いだった、もうでっけえ、もうお姉ちゃんも使うカメラゲーム&ウォッチがでっけえもうねやだ怖いよ、うぜうぜなのその、うん、そんな私は今のスマブラはあのよくマルクを使ってます今のスマブラはマルクとあのベヨネットさんもよく使ってます、あとイカ、お、じゃあ CM 開けます、そう、リックかわいいんだ、私リックのは持ってるよ、ボタンチスタジオ、はい、ごこ、時刻は午後10時10 うん、テイク3、あ、テイク2、はい、時刻は午後10時12分を回りました、お送りしているのは35ミリと APS-C という会長角形フォトンチスタジオです、ということでね、先にね、メールから読みたいと思うんですけどね、ちょっと待ってね、しこのメールがあったりはい、ということでじゃあ最初はブルーミーさんからです、あかねちゃん、キャンノーさん、ゆうたむろんさん、ちょっと待ってね、やり方を間違えたからちょっと待ってね、あかねちゃん、キャンノーさん、ゆうたむろんさん、こんばんは、こんばんは、ブルーミーです、昨日天気は雨でしたけど、仕事中からずっと頭の中は、あ、写真撮りに行きてーだったり、どこ撮影しに行こうかなーってな感じでした。仕事が夜8時に終わり、なんやかんやしてようやく自分の時間ってなったわけで、天気悪かったけど撮影行ってきたよ。まあ時間が時間なので、初めて地元でお散歩しながら撮ってきたでってなわけで、厳選したやつを送りつけます、ということでね、これね、すごい好きなんだけどね、多分映らないよね、これ好きよ私、これよくない、多分ね、映ってないと思う、黒すぎて、これどこですか、うるま市、どこ、ここ、うん、どこどこ、めっちゃ好きなんだけどね、多分ね映らないんだよね、暗すぎるから、あのね、なんでこんなブルーさん夜が得意になった、あ、2枚目だったらギリギリ映るんじゃない、ギリギリなんか2枚目だったら映りそう、あ、ブルーさん、これを消せばいいと思ってない、いける、まず画面映ってないっすよ、いってきた、あれ、嘘、待って、うん、映ってる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 、いや、こんな、あ、そうだからギリギリ映ってる、もうなんか頑張って、できたできた、2枚目いけたい、そう、避けない、すいません、そうだからこれ結構好きだけど、私は好き、すごい好き、あの映らないのが悲しいぐらい好き、3枚目、これ3枚目もね、あ、2枚目の方が好きだな、でも一番
うん、私ね、ブレさんのメールできて一番好きと思ったの4枚目、これ好きよ、私これ好き、あのピントの合い方も好きだし、後ろのこの光の当て方もすごい好きだし、あれ言うためのお便り上手くなってない、スナップだったら、いやスナップは上手い下手は関係ないと思います。感性、感性です。センス、センス、あらあら、頑張ってセンス磨きましょうってことで、じゃあ次のメールいきたいと思います。ということで、お次のメールはめいちゃんさん、あかねちゃん、ゆうたむろんさん、そしてキャンノンさん、生放送お疲れ様です。あ、カービィだらけの人もお疲れ様でございます。あ、誰のことだろう、よくわかんないな。ちょっとベッドにカービィベッドにカービィが10体ぐらい転がってて、あのメンヘラの車の中に3体ぐらいカービィがいる人間、ちょっとよくわかんないな。そういえば、あれからあかねちゃんが内定したお仕事の話をあんまり話さない感じですが、大丈夫でしょうか。あのしあさってから仕事です先日国際通りを歩いてた時、シャッターがいっぱい閉まってて本当に不気味でした。夜8時以降の緊急事態宣言があさってまで。3月から果たしてどうなるかですよね。ね、私そろそろ外飲みがしたいよ、うん、今日写真は今日撮った夕日とキャンノンちゃんには申し訳ありませんが、飯テロ、飯テロは私は出しません。私も飯テロだから。明日もお仕事なんで寝ながら聞いてます。あ、一度丸々1時間カービィ特集ってどうでしょう。一応ね、ここカメラの番組、はい、やりたい、やりたいし余裕でできるんだけど、カメラじゃなくてカービィの番組、番外編、うん、番外編で1時間だけ、カービィの、はい、番外編でこの今日の限りだけでカービィとカービィをどれだけ綺麗に撮れた、いいですね。あ、いいですねじゃあ僕とキャンさんはカービィの格好します。やめてあ、ちょっと私カービィの擬人化してくるわあとこの後の番組のタイガくんが来ると思いますが、タイガくんと呼ばないでください。今日から近所をタイガ先生と呼んであげてください。よろしくお願いします。なぜかは写真添付します。ではでは、またね。ということでね、そう、あの次の芸人さんがあの取材で陶芸工場に行って、そうでその陶芸を作ったんですよ。そしたら初めて作ったのがこれで、まさかの、あまりにもうますぎて、あのこのなんか陶芸のこういう沖縄県工芸公募展みたいなやつがありまして、それに出したらまさかの入賞をしたという。そうだから芸人じゃなくて陶芸人って本当に、あ、そう、両方、はい、ついてきたね最近、はい、最近ついてきたね。あ、いいねこの夕日、残りの2枚は映さないよ、飯テロだもん。あ、いいねこの、あの見たいな、この日の入り方が羨ましい、見たいな、見せないよ。 あ、いいね、たこ焼きはい、次のメールです。ってことで、じゃあ2通目もめいちゃんさんから。綺麗なお嬢様のララさんですかね、こんばんは。あかねちゃん風邪ひいてないですか。風邪をもしひいたら、あの一応ひいてない、大丈夫。夜町くんに嘆いてください。あの時期に指はダメだって。一応ね、私から言ったんだよやるって。私が1月の1日に2月中に海に入りたいって言ったんだよ、うん、私がバカなだけそしてキャンノンちゃんに1個だけ聞きたいことがあります。昨日あのホームペって完全に完成はいつになるんでしょうか。山内さん3月から使えるって言ってたんですが、それで正解でしょうか。あとスタジオに花木がたくさん、花木と一緒に生放送なんですね。カービィは今日はいないんですね。持ってくる、次のあの1曲の間に撮ってこれるよ。ってことでホームページは山内さんが言ってるならそうなんじゃないですからしいです。全部山内さんがやってまーす。らしいです。らしいです。はい。はい、ということで、じゃあ4通目かな。4通目は、スプリームさんから。はい。ってことで、あのアコラネちゃん。いじってんな。なんか毎回名前変わっていってない。アコラネちゃん。アコラネちゃん。オメロン君。ブルーアクアーネちゃん。ノー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 。あのブルーではない、水色。なんかアコースケータイムみたいな。水色アクアーネちゃん。オメロン君。キャンノン君。変態亀太の皆さん、こんばんは。月曜日、人妻さんとスノボ中、カッコつけようと超高速ターン中に、雪に板を引っ掛け、頭から2回転する大転倒の末、無事に肋骨にひびが入ったジャミロクワイことシュプリム。シュペさんらしいです。シュペさんおいくつでしたっけ、あなた。ダメよ先週末から月曜日にかけてゴールデンウィーク並みの暖かい日が続き、都内では早咲きの桜が満開とかで、 SNS は桜の画像が溢れ、撮りたい欲が溢れまくってるのですが、いかんせん Now 雪山生活。そして自宅の近所の桜の目どころ上野公園はコロナの影響で昨年に続き花見は禁止なので、一昨年の上野公園の桜を添付しますということで、あれだよね、なんか一方通行になってるらしいですよ今。あ、そうなの。通りに、あのなんかあるじゃん、シートみたいな、シートじゃない、あのカラーコーン引かれてて、もうここから行って戻ってくるみたいな感じになってるんですよ。
ってことでね。わお。もうやだ、綺麗。え、これレンズシグマっぽいけど。え？あの、自分の人のリスナーで一番写真撮るのが上手い人です。レタッチが。ほらー。はー。この方もアウトドア好きで、あー今ね、絶賛3ヶ月ぐらい雪山にこもってますよね。スキー場に、そう、スキー場の、あの、そうそう、お仕事しながらこもってる、あのキンナーディーアリみたいな、リゾパーみたいな、あの、そうそう、あれの、そう、そんな感じなんか期間限定の雪山、そうそう、イメージ、あのインストラクターって言ってた、そうそう、めっちゃ、はぁ、いいね、桜、あ、これ好き、4枚目、4枚目、いいね、うん、どうやって撮ってんの今思った。すごい、マクロレンズかな、いや、単焦点で、あ、単焦点普通にこう逆光光って光光って逆光うまく使えてってなわけでね、はい、ありがとうございます、皆様方、ありがとうございます、はい、ってことでじゃあ、はい、今ちょっと喋り疲れた、ちょっと喋りってことで、ね、今回のゲストララさんです、こんばんは、こんばんは、じゃあ改めて自己紹介お願いします。宮城ララです、お願いします、お願いします。おいくつの方ですか。今18ですね。同年ですか、違うか、違うか、私今年21、今年19の年か、はい、そうそうそう、え、じゃあティーンじゃないですか、ティーン、ティーンじゃないですか、高校は自分行ってないです。あ、なるほど、はい、そうそうそう、学生です、違う、フリーランス、あ、なるほど、そっか、そう、フリーランス、そうだよ、服のブランド作ってるっていうのが、そうだよ、そうだよ、ちょっと待って、ごめんなさいね、ちょっと、ちょっと、はい、ちょっとごめんなさい、はい、ちょっとコメントが気になった、はい、シップさん、同じ女性とは思えないカレンさん、何、シップさんが今、女性として言ってるんか、それとも私と比べて言ってるんか、ゆるさんと少し、ってことでね、じゃあね、はい。そこで、はい、オリジナルの洋服のブランドと、はい、もうやだ、オリジナルの洋服のブランドと趣味でアウトドアと被写体も、はい、じゃあ自分のブランドの服はもう自分でもう着用モデルとかできるじゃないですか。あ、もともとあの今日撮るんでしたっけ、繋がってて、うん、あのブランド、いろんなアパレルのモデルも やりながら、自分で立ち上げて撮影でクリックしていませんかっ って自分がじゃできますって、もともと今日の予定だったけど、うん、まあ、できなくて、そうそう、できなくてちょっと遅れてる、うん、まあ、それでちょっとゲストもある、あ、今日ラジオやったら、うん、ちなみに出ませんかってきっかけで、うん、そうそうそう、一応詳しく僕も情報聞いてないんで、せっかくその話も、はい、まあ、ラジオですけど、はい、はい、話していただければ。洋服のモデルとかもちょこちょこやってたんですか。そうです、モデルとして撮影やってました。うん、なんかね、うちも知り合いに撮られてるの見たことがあるから、うん、そう、その時からなんか結構パッて、なんだろう、目引く顔で、目引く、うん、顔ですよね、すごい、うん、ただなんかすごいなんか印象、私人の顔全然覚えない人間なんで、はい、そんな私が覚えてるってことも結構本当になんか鼻のある、そう、鼻のある、うん、そう、だからもっとなんか、なんだろう、明るい感じの、なんか本当にうちなんちゅうみたいな感じの人なのかなって思ったら、すごい可憐な、可憐なザ日本人みたいな感じで少しびっくりするなんですけど、被写体よりすごい、あの、インスタよく見てて、なんだろう、アウトドアっていうか、もうすごい、もうスポーティー、スポーティー、スポーティーでいいのかな、アウトドアって、アウトドアティー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 、なんか登山したりとか、ロッククライミングしたりとか、はい、すごいですね、もうそこはもう趣味で、はい、なんかもともとトロピーで、なんか、あ、はい、バイト、バイトで、バイト、あれなんだったっけ、あれ、ライフセーバーです、ライフセーバー、そう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 、じゃ泳ぐのも結構できるんですね、はい、すごい。そう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 、すごい、え、本当にアウトドアですね。え、海と山どっちが好きですか。どちらかというと山派ですね。結構沖縄の人だとなんか珍しいというか、うん、沖縄海好きっていう人、山、沖縄のなんか山おすすめのとこ、あ、一番人気のところは勝岳が一番人気ですね。分からない、私田滝しか知らないから。勝岳歩いていけるし、結構あのカメラとしてドローン飛ばす人多い。あー、最近映像、なるほど、いいね、そういうの。え、そこ、お、キャンプ好きなんですよね。キャンプ結構大変じゃないですか、なんかこのテント立てたりですとか。でも自分はなんだ、折りたためるのが楽なやつ。あー、あの
ボケーンってなるタイプ。コンパクトに折りたためる。そう、コンパクトに折りたためる、あの安いし、はい、なるほど。え、火とかもじゃこう自分たちで、はい、すごいね。なんかいろんな車体や若いのにね。ダメだ、もうオーバーになる。なかなか、ね、あなたが若いねって言ったら俺もう本当におじいちゃんになっちゃうよ。おじいちゃん本当によ。おじいちゃん、お年玉ちょうだい。ごめんなさい、あげようか。あげようか。いらない、怖い、ごめんなさい。え、じゃあ、でもキャンプは一人ではやってるの、友達とか。はい。なんかそういう趣味の友達いるって言ってもいいですね。はい、友達に誘われたんですか、それとも自分から。自分からやりたいから行こうみたいな。はい。なんでキャンプに興味持とうと思ったんですか。なんだ、最近キャンプやってる方多いじゃないですか。それ見て、あ、自分もなんか、なんだろう、自然の中でこう、なんだろう、いろんな知識、なんていうの、なんか生まれるじゃない、体験して、はい、そうそう、でいろんなことを学びたいなと思って。すごいね、すごいね、19歳、すごいね。19歳の時何やってたかな、もう覚えてないけど。胸減らみ、胸減らしてた。否定ができないからやめて。あ、そっか、で、今はもうやりつつ、はい、そっか、もう被写体。でも服のブランド、なんで立ち上げようと思ったんですか。と、将来、あの、カフェを営業したい。わー、営業でした。カフェ経営したいから、経営したくて。でもカフェだけだとなんかちょっと物足りないっていうか、で、なんか自分のこの洋服ブランドをまず、作ってみんなにこの来てもらいたいっていうのもあって、で、カフェとこの洋服ブランドを一緒に一つのお店でまとめてやりたいな、飾りながら。はい、そうです。いいね、なんかゆったりした空間っぽそうだね。ブルさんが、あかねちゃん2年前だよって言われてる。19歳、何してたかな。学校忙しい、仕事忙しいしかしてなかった気がする。まあ、このブランドのやつとか、あのインスタで、でもインスタ立ち上げたじゃないですか、はい、このロゴのデザインって、この意味合いってどんなのですか。山のあれなんですけど、全然貼りましょう。貼っとく。いや、貼っとく。どういうイメージでやってるんですか。自然が好きで、アウトドアも好きなんで、なんだ、一番山登りするのが好きで、で、なんだろう、洋服にそういうのを入れて、なんだろう、なんかそういう自然とみんなもっとみたいな感じです。そうです、やりたくて。いいね、すごいね、行動力すごいね。あ、ちなみにブランド名は、はい、ブランド名、あの、ラベントゥーラです。ラベントゥーラ、はい、今ちょっと僕がツイキャスに、はい、インスタ貼ったので。ラベントゥーラ、どういう、あの、本当は、いや、ゆっくりゆっくりで大丈夫ですよ、ゆっくりで大丈夫ですよ、全然大丈夫ですよ。私、一発目喋れなかったら大丈夫ですよ。スペイン語で、あの、冒険のことをアベントゥーラって言うんですよ。で、なんか、頭の文字を、自分の頭文字入れたいなと思って、あ、だから、それをアーをラーに変えてラベントゥーラにしたんですよ。いいね、すごい。いいね、すごい。しかもだ、今18で、なんか冒険、人生の冒険を。そう、すごい。そう、すごいね。そう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 、本当に今日その素材の撮影予定でちょっと遅れて3月に、はい、まあ、天気がしゃあないっていうやつ、まあ、それがまた落ち着いて、ちゃんと決まったら僕がまた再ゲストの話をしても、いいね、なんですけど、なんか一応モデルやりながら、被写体やりながら、はい、そのなんか新しい取り組みもなんか活動してるんですよね。あ、そうですね、はい、3月22日月曜日に行われる、はい、キャンパスコレクション沖縄2021に出演します。おお、キャンコレだって、みんなキャンコレがあるだよ、キャンコレがある、キャンコレ、キャンコレカメラ、あ、まあ、いや、置いてて。キャンコレがあるだよ、キャンコレがある。ちなみにキャンコレで軽く説明ってできます。はい、大丈夫、できる、厳しかったら全然いいよ。私は知ってる知識でそこはやるんですよ。私は知ってる知識にちょっとだけ補うぐらいが多分ちょっと、キャンパスコレクションって結局あれですよね、あの、大学、学生、学生主体の主催でやってるイベント、この審査、審査、審査じゃない、何この主催も学生、うん、出るのも学生、
実行委員も学生でやってるイベントですよ、ね、イベントで、もともと東京、名古屋、大阪とやってて、ね、去年沖縄に初めて来て、一昨年じゃないですか、去年、あ、一昨年か。でも第1回というのは2020年で、うん、3月だけど、ちょっとコロナが始まりそう、うん、で1回やったけど今年もやるかなって、ちょっと、うん、今年一応やる予定で、このオンラインで、はい、オンラインなんですね、オンラインに、へえ大変っすね、はい、なんでもかんでもみんなオンラインだね、うん、大変だ大変だってことで、武蔵さんからコメントで、はい、ラベントゥーラ、スペイン語の冒険から来てるんですね、めちゃくちゃいいネーミングですねって言って、ありがとうございます。とかシュプリームさんが ノースフェイスとかチャムスとかとコラボできたらいいねって言ってるけど、わからない、あの、あれ、何だったっけ待ってよ、よし、わからない人がいいや、わからない人がいっぱいだ。そんな感じだね。あとはあの、ワイも山が好きよ、気が合うわねってシュプさんが言ってるけど、ダメよ、すごい女の子くじ届いたらまあ、全く。え、じゃあデザインとかは自分で考える？そうですね、すごい、一から一からすごいね。私デザインとか考えられる人間本当にすごいと思う、全く考えられないから。あ、人気のアウトドアブランド、うん、あ、なるほどなるほど、そうね。なんかこれでいつれなんかキャンプ用品とコラボするの面白いな。そうそう、いいですね。ね、確かに今このアウトドアの、なんか沖縄とかのアウトドアブランドとかとも全然コラボできそうですよね。あ、いいね。コールマンでしたっけ、コールマン、うん、コールマンだったり、あとにコールマンありますよね、うんうんうん、まあいうブランドとコラボしたら面白いかな。そうそうそう、そうで、レじゃない、レじゃない、はい、そう、カフェもやりたいって言ってたじゃないですか。そうそうそう、はい、カフェもやりたいって言ってたじゃないですか。はい、じゃあカフェもなんかそういうちょっと森林浴じゃないですけど、自然系の雰囲気、うん、あカフェ作りたいなって。あ、これもなんかちょっと山の中的な感じです。そうですね、あ、いいね。じゃ今楽しい時期ですね、18でいろいろ経験して。そうね、いろいろこう発想力があるんで、うん、カフェ兼アウトドアいいことだよいいな、その発想力をやってて、18の時経営しようなんて思ってなかった思ってない、そう18遊んでた18の時だって先生に宣言したもん、あんた起業した方が言われたんだけど、うん、やだ、人の下で働いた方が楽っつった人の下で働く方が楽だし、あの、苦労しないから人の下で働くっつった、絶対起業しないよっつったもん。でも、うん、アウトドアの、リアルなアウトドアの仕事をし始めたね。あ、そっか、そう、そうそう、勝ち取りたい、なんでもない、自衛隊ね、自衛隊ね、そっか、足はトレーニングに合わす、もう明け暮れてた、明け暮れてた時期ですね。すごいね、軽装な中で経営だって、はあ、すごいね、ブルさんが18歳病院で働いてたなって、偉いね、それもそれで、ね、そっか、すごいね、はい、今危なかった、そっか18歳、うん、なんでもない、20歳だと思ってたから、てっきり。そう、そっか、キャンコレ、え、なんでキャンコレ出ようと思ったんですか。去年、自分美容室のサロンモデルをやったんですよ、うん、はい、でその時のヘアメイクさんが、キャンコレに出てたみたい で、うん、でなんかいい機会になるから来年出ないよみたいな、出た方が自分の経験にもなるし、あ、すごいね。そう、結構キャンコレ出た学生とかなんか1年経って結構人生観変わったって結構多いから、うん、みんな結構なんか生き生きしてる、うん、結構なんかはっちゃけるよね、なんか出ればよかったなと思う時もあるけど、うん、なんか出なくてもよかったかなとも思うから、そうそうそう、結局何かでもね、きっかけになるよね、うん、ちょうどいいね、なんか羨ましいですね、僕ら時代そういうのなかったんで、確かに、はい、僕ら30歳になるんで、うん、そうそうそう僕今年30中盤よ、もう、そうそう、もう、うん、おじさんですよ、おじさんはい、おじさんでございます。あ、30中盤、ちょっとこれ以上怒られるからやめとこう、4ですからちょっとこれ以上辛かったら怒られそうだからやめとこう、はい、そろそろアラフォーですよ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさいごめんなさい、来年からアラフォーですよ、もう、え、わお、新社購入だから、わあ、ゆうたさんは、いや、もう31よ、まだ下手したら親子関係ぐらいの年になるか、さすがにそれはないでしょ、言い過ぎだよ、言い過ぎだ、すいませんでした、さすがにそれは、怖い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 、彼女が生まれた時俺生徒会長だよ、私のお母さん再来年が還暦だよ、私の方再来年還暦だよ。若いね。若くないよ。60だぜ。ちょっと待って待って。テンパと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 。テンパとテンパと。ってことで、はい、じゃあね、はい。あ、ちょうどいいね。今、うん、テンパったところで、じゃあ2曲目いきますか。2曲目いきますか。うん、じゃあ2曲目なんですけど、はい、先ほど確認できてなかったんで。あれちょっと、はい、リクエスト曲から。あの
CM の間ずっと喋ってたんで、はい、ということで、もう、はい、困った時の進撃のめいちゃんということで、困った時のめいちゃんさん、はい、何流すんだろう。めいちゃんの曲たまには流すよ、はい、何流すんだろう、はい、ユーリでドライフ。あーやむ。コメント読んでこー。イエー、私この曲弾きんのやむの。多分私が楽っていい。俺一言言っていい、ユーリだったらドライフラワーじゃなくて俺インフィニティの方だわ。ユーリさんだったらあの隠れ物が好き、あのスケートの、 あの SK8 ってアニメのエンディングになってるから。待って、めっちゃあのコメントにすれば読んでなかったんですよね。タップボーイさんこんばん。どうする、だからそう、その話してなくない？やばいやばい、してなくない？あ、話してる、大丈夫、あ、してた、うん、で今公開してもいいんじゃない、多分公開する人ともこっち来る。キャンコレ一応カメラが入ってるから、そう、そのあゆたさん抜けてこっち来る。うん、俺、じゃあ、はい、じゃあ、タップボーイさんこんばんは、こんばんは、ブレさんもこんばんは。その前に入る人は結局、あの、頑張った。ナルトラさんもこんばんは。星のカービズ、そう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 。ルナちゃんごめんね、そう、ごめんなさい。反射して見づらいのかな、そう、そんな。どうにかするよ、私は本当に。頑張るよ。カービィはゲストがいないと気にしなさい。はーい。そう、陶芸人、陶芸人。今ね、陶芸人どっか行っちゃった。竹中と竹内は間違えないように、ほんと、わかんない、ごめんね。セッペさんも同じ情勢。マルチ。大人がわちゃわちゃしすぎてびっくりしてるでしょ。でもこんなのごめんね。そっか、私大人になるのか。そうだよ、君。あ、瞳がめちゃめちゃ可愛くて素敵ですね。ありがとうございます。可愛い。今日あの画面に映らない。そう、オーラがすごいの、すごい。お洋服作ってるんですね。手先が器用で、僕はめちゃくちゃ不器用なので羨ましい。素敵な人、器用な人は尊敬します。セッペさん、ソロキャンのゆるキャンな感じ。いや、ソロキャンじゃないんだよ。でもだからゆるキャンだよ。めちゃくちゃ若いじゃん。手元の動き、このポフポフ、ずっとポフポフしてた。私2年前だよ。私2年前は先生にね、あの働きたくないって言ってたから。先生の専門学校を通う教科さんで。ああ、もしかして近所の教科さん。はい。ああ。つながる。はい、やんまーって。新店のあれ、告知できた。ちょっと、もう、めちゃくちゃ。去年、キャンコレの人、スタッフカメラ持って。やってから、それの話もすごい。最後、小鳥さんの赤いくなってる。それ、気づかなかった。あ、大丈夫ね。なんかぶつけた？多分、変えたんじゃない？あ、それだね。YouTube も、去年はね、配信があれで、もう今日ツイキャスの方が調子いいはずだから、後でアップします。あ、録画されてるんですか。あの前半は録画されてるんだけど、調子悪いです。つなごうとしたらもう復旧無理だから。あ、ツイキャストオンリーで今日声皆さん入れてくれてるので。本当だ、いっぱいだ、ありがとう。めっちゃ声かかった。一瞬じゃあキャンコレの話していい、見えるかな。それで、あのカメラ何やったぐらいでいいか。あ、オッケー、京香ちゃんからちょっとアドバイスみたいな。え、そんな。いやできない。そこまでではない。いや、頑張ります。審査中。審査中ですよ、今。あ、これってその話、原理がわからないから。なんか学生主体のイベント、うん、学祭みたいな感じで。でも私、学祭の美男美女コンテストみたいな感じで、お皿を大きくしたみたいな感じ。それの。大きくした感じで、ブランドがいっぱい入ってきた。え、ブランド入ってる、ブランドも入るんだ。いろんなブランド入ってる洋服屋さん、パルコだった去年は、パルコに入ってるブランドのお店が入ってる。今キャンコレ何やってる途中です。明日がブランド選定と選抜メンバーのどのブランドに振り向けるか。すごい頑張ってたよ、去年もみんな。なかったからな、私に。金ない無理っつって。3万を埋め払えん。そうよね。まず3万のことね、あの時は払いがなかった。そう、それでみんな、似てる人も多かったから。ね、安くならないのとか言って、教官に言われてもそれちょっとわかんないなって。まあね、いいんだよね。厳しいか、3万の学生に。
読んだね。春子先生の地図に頑張ってますね。すごい。それでなんかレッスンとかも受けれる。卒業後どうするの？フリーランスじゃない？フリーで、スタジオで。でもね、フリーランスいるんだよね。卒業式ですよ。え？卒業式。9日だよね。9日です。あ、忙しい。うちの校舎は忙しいですね。9日ですか？行こう。いや、そん忙しいの、まあ、忙しいって忙しいですけど。やってよ。うちの校舎でやるよね。これこの話するのおかしい。ここでやめよう。終わってから。なんでいいよ。終わってからちょっとつなげようかな。ああ。うちの校舎でやるのよ。多分だと思う。え、普通にスーツ？卒業式行こうからどうしようかやってるんだけど、え、行かないとダメって言われるの？なんか郵送でちょっと送ってください。ダメって言われるの？じゃあダメって言われたもん。あ、嘘。じゃあ振り袖着てよ。あ、振り袖じゃない、なんか袴着てよ。いや間に合わない、分かる、絶対間に合わってよ、意外と。あ、そうなんだ。袴か、一応可愛いよね、袴ね。いいよ、じゃあスーツで行く。あ、私袴じゃないけど。やったか、何でもいいよ。え、コスプレでもいいよって絶対やらないって言って。あ、そうなんだ。いや、嫌だよ、伝説の顔して。あ、いたって。あ、いたんだ。あ、で、じゃ先輩に一人卒業生に姉さんの知ってたわ。あ、そうなんだ、うん、話聞いて、マジでいいんだ。ワンちゃんその人だねって。後輩にもいるし、あの姉は。あ、そうなんだ。え、だってほら1年生に双子いるでしょ。あ、いるいるいる。あの二人って顔もいい、顔もいいね。やる。あ、そうなの？そうだよ。え、全然知らなかった。私の双子、あの双子は可愛い、私の仲のいい。2年ぐらい仲いい。あ、そうなんだ。え、知らなかった。見るとね、あ、かりでしたって来るから。はい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 って。あ、そうなの？ごめんね。写真を開けまーす。35 NAPFC。Yo, what's up? I'm from the city.You know the thing that always talking you about. はい、時刻は午後10時40分回りました。お送りしているのは35ミリと APS-C というか長角とちょフォトンチスタジオよ。あれ、いつの間にかユータムロンが美女に変わったわね。そう、今からなんと女子会を始めるの。はい、ということでね、なんか変なお姉っぽい今ちょっとなんかやったけどね。ちょっとね、今日はね、もう一人実は言うとゲストがいたんですよね。ってことでゲストのキョカちゃんです。お願いします。あら、かわいい。そう、ってことで、ね、じゃあキョカちゃんはまた別の話で今回来てるけど、ちょっと時間がまだまだあるので、そうじゃあ一瞬ちょっとキャンコレのね、一応カメラマンもやってたから、アシスタント？カメラマン？カメラマンをやってたからね、その話も一応ちょっとだけ、じゃあさっきキャンコレの話が出たから聞いていこうかなと思って。はい、キャンコレのカメラマン、スタジオとか？いや、外、ロケ。ロケなんだ。外で。まだやってない？まだやってない。はい、ああ、外でだいたい撮るかな。頑張らないとね。そう、え、そうなんだ。そうそうそう、スタジオで撮るのはなんかミスとか。ああ、そうなんだ。そうそう、この選抜みたいな、ミスの選抜選ばれた子たちがスタジオで撮ったりするんだけど、それも他の人は外で撮る、自由に。え、明日が確かその選抜発表だった。そうですね。だって緊張しない？めっちゃすごい緊張する。大丈夫、こんなところいて。すごい、やだ、緊張する。そんなのね、もうみんな去年もすごかった、もう超緊張する。そりゃあすごいよ。すごいね、みんな。すごいね。そっか、外なんか、これってあれ、なんかカメラマンさんがじゃあこの子みたいな感じで撮るの？いや、なんか去年はこの振り分け、あ、この日にできるカメラマンさんとか、うん、この日にできる被写体さん、そう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 、で組み合わせて、じゃあこの日はここに撮りに行くとか、時間はバラバラだけど。それはこの選抜前にやった？やった？まだやったやってないってことで、選抜ま後にやるのかな。去年はなんか一番最初だったから、あ、やり始めた時だったから、もうみんななんかあたふた、あ、どうやっていいか分かんない状態で大変だね、そっちが。そう、選抜前からやったりとか。今回は多分
選抜決まった後に多分そういうのもちゃんとしっかり決まってやってくんだよ。だと思う。ゆるく頑張ってって。はい、頑張ってください。そうだよ、無理。ゆるく頑張るだけでいいんだよ。そうそうそう。なんかアドバイスとかある？カメラマン、カメラマン側から。あれかな？でも初心者じゃないからね、撮られ慣れてないはないしね。はい、そうだからそれはまだ有利じゃない？多少、多少どころじゃなく有利じゃない？うん、だって多分キャンコレが被写体初めてっていう人とか多分めっちゃいるいるいるいっぱいいるでしょ、うんうん、そういう人って結局カメラに慣れてないことが多いから表情硬いとかやっぱりそれがないから大丈夫じゃない。そうそうそう、あいいね、そういう、あそっか、それ考えたら有利だね。有利だと思う、とてつもなく確かにそれはね大丈夫で、あの仮に室内撮影とかだとしてもね、やったことあるもんね、大丈夫かあ、じゃあ大丈夫、ストロボとかもね大丈夫、全然大丈夫か、はい、あ強いすごく強いぞ、それはね本当にねいい強さだという、あのと離れね大事、うん、めっちゃ先輩みたいにめっちゃ先輩の背の字もないけど、あ、あかねちゃんが被写体は長いのやってて、あ、じゃあ、あ、あでも年が年、多分始めたタイミングはいつからやってる？去年の4月くらいです。ってことは17ですね。17、あ、たぶんこっちの方がかもしれない。待って、私いつからやったっけ？いや、なんかあ同じぐらいのタイミングだ。 あ、そうなんだ。そうだから初めが同じぐらいのタイミングで、年齢差でうちの方が上になってるだけだから。ああ、なるほどね。20歳なってないよ。二十歳なってないよ。超二十歳と思ってた。めいちゃんさんが見て女子会になった途端見る人がちょっと増えたって。二桁になったよ。だから喋らないようにしてる。キャノンちゃんも喋らないの？私も喋っていいの？やめてその振り。やめて。あの今年34になるおじさんにそんな振りやめて。やばい、今日はちょっとキャンファインジェルすぎは良くないね、やめとこうやめとこうやめとこう。そうね、そうだから楽しいよ、気をつけてね、その代わり、はい、本当に気をつけてね、はい、ダメだよ、知らない人にホフついてちゃダメだから、はい、あの一番いいのはあれだから、あのなんか全く知らない人からちょっと撮りたいんですけどって来た時は、あの一回ちょっとその人見てみて、うん、その人のメディア欄見てみて、うん、自分の知ってる人間がいるんだったらあまだ大丈夫かなとか、それでもちょっと不安だったらその人のところに行って、この人から依頼来たんですけどどう思いますかね、うん、みたいなことを言うのが一番いいから、そしたらねみんなね教えてくれる、あこの人こんなだよって教えてくれるから、うん、ね、沖縄はねごたごたしてるからね。そうなの。そう、頑張って、頑張ってください。楽しいから、一応は、はい、被写体は楽しいから、うん、そうファッション関係もね、うん、やってて楽しいだろうし、はい、そう気をつけてね。はい、被写体は楽しいよ。カメラが、キャンコレのキャンコさん。あ、なるほど。キャンコレのキャンコさん。何言ってるんですか。私はキャンノンですよ。そうだよ、キャンノンさんですよ。そうだよ、キャンコちゃんなんていないよ。いないいないいない。そういないいない。存在しない。そう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 。私がちょっとあの。あれだから、振りすぎただけだから。待って、メール来てる。じゃあちょっとメール読もう。待って、メールを。じゃあ、あのめいちゃんさんから3つ目が来てましたので、はい、リクエストありがとうございます。曲入りだあかねちゃんのやむびっくりしましたけど、ありがとうございます。この曲、やむの、やむよ、やむよ。まもなく陶芸家のタイガ先生がもうギャラリーにスタンバイしている感じでしょうか。入賞おめでとうございますってことでね、一応ね、陶芸家のあのタイガ先生、実を言うとね、あの配信、あこの10時、あのうちらの番組始まるちょっとぐらい前から一応ギャラリーにいたんだよ。あ、そうなんだ。ギャラリーでギター弾いてた。バラーンでギター弾いてた。あ、なんかいいリズムが聞こえるなって思ってパッて見たらギター弾いてるから、あれって思って。さあここであの外からちょっとゆうたさんから何か、きょかちゃんの今後から、あ、なるほど、きょかちゃん、じゃあちょっと卒業ね、そう同じ卒業なの、あのうちの学校の姉妹校のカメラ科だから3月9日が同じ卒業で、卒業スタートどうするの？もうフリーで自分でスタジオを作って、うん、そうそうそう、そこのスタジオでもう写真撮るなり、うん、
フォトウェディングやったり、そう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 、ファミリーフォトが多分思い出になるから、いいね。私ね、キョコちゃん、キョコちゃんですね、つられてる、つられてる、キョカちゃんのさ、キョカちゃんの撮る親なのこの家族写真すごい好きで、あ、マジ？ありがとう、ありがとうございます、楽しみにしてるねそっか、あー、いいね、そうそうそう、だからスタジオ今作ってる、あのエアストリームでスタジオ作ってやってる、エアストリーム、なんて説明したらいいかな、はい、なんか背中とかによく、エアストリーム背中…アホになるよ、背中、そう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 、わかんない、エアストリーム、わかんない、わかんなかったか待って、ちょっと見せたい、あ、そう、みたいな感じ、だってキャンピングカー、これこれ、あー、あのトレーラーハウスみたいな、あ、そうそうそう、それを中を開通してスタジオにして、すごいね、やってる、すごいね、フリー大変そうだね、あ、そっか、はい、同じでもあれだよ、ファッションブランド作るって言ってるから、いや、もうそしたら同じフリーなんて、え、いいと思う、この人から奪っちゃえこっちの方がないよ実力はこっちの方があるけどえ、いいと思うよ、全然全然、そう、あ、そっか、じゃあ 今やってるのか、スタジオ作ってるのか、あ、そう、スタジオ作ってもうペンキ塗ったりとか、そう、そんなね全部もう電気とかもやって、機材も運んで入れてとか、今その途中って感じ。スタジオに困ったら。はい。いつも全然、うん、いい写真撮るよ。ぜひぜひ、ファミリーフォトも。ね、ファミリーフォト、カップルフォトも。やりますやります。あら、いいじゃない、だってよ。だってよ。すぐ依頼に。そう。で、今日はね、あの、ただただ喋るだけで来たんじゃないもんね、そうです、そう、そうですね一応うちの学校の姉妹校だから、そうなんですよ、ちょっと告知で、そう、告知で今日はね、今日来まして、宣伝だから、宣伝、そう、そんなね、ただで来るわけじゃないよ、こんな人はじゃあ、卒展を開催するんですけど、楽しみ楽しみ、そうそう、写真デザイン科とジュエリーデザイン科の卒展、いや、喋っていいよ、で期間が3月2日の火曜日から3月7日の日曜日まで、で時間が10時から19時ですね、2日の火曜日から7日の日曜日まで、そうそう、日曜日まで、で時間が10時から19時、でラストの日が、日曜日だけが、日曜日だけ、7日の日曜日だけが17時までですね、いいね、場所は、場所は、あ、そうそう、場所はパレットくもじの流坊の6階那覇市民ギャラリーで、はい、開催します。入場は無料です。いいですね。販売とか何かやるのあ、うん、やらない、展示だけだと思う、本当に卒展だけなんだ、卒展だけ、でも今回はジュエリーデザイン科の子も、うん、そっか、そうそう、出るから、一人だけだもんね、そう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 、そう、すごいね、作品、あー、います、います、います、あ、在庫するんだ、やる、いるいるいる、みんないる、ね、時間帯分けてるんだけど、ほぼほぼみんないるかな、3時間交代ぐらいの、お時間が合うときに行ってみて、はい、ぜひ、あの結構ね、本当に学生とは思えないからクオリティが、みんな、みんな学生とは思えないクオリティでちゃんと撮るからすごいよ、びっくりするよ、ね、ジュエリーデザイン科もね、去年のね、先輩なんかのやつは見たけどすごかったよ、あの、あれの時に、あの、うちらの卒業、あれの時に見たけど、すごかったから今回ちょっと楽しみにしてるんだよね、見るの、すごい、指輪とか、この子もジュエリーデザイン科の子も結構完成すごい、ジュエリーデザイン科がね、あるの、一応沖縄にも、うん、そうだから、それで一人なの、ジュエリーデザイン科が、そうそうそう、一人で大変そうだよね、でもなんかかっこいいね、だからそう、だから一応それの卒業制作もあるから、そうそう、で写真家が、うん、この暗室使ってフィルム焼いてる子もいるから、そう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 、幅広い、たまにね、映画とかで見ない、あの真っ赤っかな部屋で液体詰めたところに写真の根が入れてから自分で現像するわけ、そうそうそう、その方法ができるんだな、あそこ、やっぱり、そう、できるできる、それやってる子もいるから、そうだから自分で本当に撮った写真を自分でフィルムに広げて入れて自分で液体につけて現像するっていうやり方が、すごい、やってる子もいるし、なんかクリップで擬人化して
写真撮ってる子も。クリップを、そうそう、クリップをこのなんかもう、擬人化させて、ね、こっちの世界に連れてきましたみたいな、あクリップみたいな。え、ちょっと楽しみだね。行きたくならない。今、いいね。いい宣伝をしたよ。そうね。じゃあね、みんなね。じゃあ、ぜひとも皆様、行ってみてくださいね。お、シュプさんが暗室夏です。作さんをくんか、明日いつ。あ、インスタフォローしたって言ってるよ。あ、え、どっちなんだ、ありがとうございます。多分2人とものインスタかな。2人とものインスタだと思う。暗室で。そう。次回だね。じゃあ、これで。あ、そうだ。キャンコレの宣伝最後にちゃんともう一回やっとこう。はい。3月22日月曜日に行われる、キャンパスコレクション沖縄2021年が、あ、21年、うん、13時半からスタートです、うん、今回はオンライン動画配信となるんですけど、お一人3300円という金額なんですが、うん、どこで買えるのそれは。支払い方法は銀行振り込みか、自分に直接うーんお渡ししていくっていうかな。そうですね、はい、そうなんだ。オンライン開催大変だね。そうですよ。でもあれだね、人の制限がないからいいね。 あとこの時期だと安心だね、はい、オンラインの方が、うん、いいね。大変だね、はい、キャンパスのキャンが謎が解けたよ、ワトソン君。そうそう、あのキャンパスコレクションでキャンコレそう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 、そうだからね、皆様ね、あの何日、もう一回何日、3月の22日月曜日です。3月の22日の月曜日ということでね、きょかちゃんのやつが3月の2日から7日ってことで、じゃあ皆様お時間のある方はぜひとも卒展の方もキャンコレの方もぜひとも皆様方見てくださいってことで、今週1週間お疲れ様でした。皆様あのいい週末を。ひらぎあかねと金城きょかと宮城ららです。バイバーイ。ゆうところでした。あ、ごめん。お疲れ様です。お疲れ様です。ごめんね、めっちゃ置いてけぼりにしちゃった。すいません、めっちゃごめんね。すごいさっきから置いてけぼりにしまくってる。いや、もうちょっと緊張した。ありがとう。ちゃんと説明できてたかな。できてる、できてる、できてる。またね、多分また撮影の時に来るから、多分こっちゲストも。これいつまでやったっけ。日曜日で、来週の、来週の日曜日まで。今日来週のまた金曜日に軽いサイド屋上でするから。ああ、うちら、うちらでやっとく。あ、やっとく。そうですね。金曜日。一応あれかな、あの行けたら行く。3月行きから仕事だから。頑張れ。だからあの行けたら行くになる。どうしてももう。あ、でも行ける、行けると思うけど。じゃあバイバーイ。切るねー。